しようぜ。老後資金か。なんだよ、真面目に考えてないの？父さんはマネーリテラシーが低すぎだよ。貯金があればいいだろ。ねえ、それじゃあダメなの。老後に備えて投資を始めるべきだよ。俺の名前は下田。老後資金について考え始めた47歳だ。投資なんてなんか怖いしな。ねえ、いやいや、今時いくらお金預けたってちょびっとも増えないんだからさ、預けるだけ損だよ。そんなことないだろ、預けてお金が減ることはないんだから。ね、分かってないな。物価の上昇を考えたら、今現在の1万円の価値と10年後の1万円の価値は全然違うの。だから今1万円預けて10年後に1万円と利息を受け取ったって、それは損してるってことなんだよ。へー、このくらいちょっと勉強すればわかることだよ。大学生になった息子は経済学部に進学したことで随分とお金に詳しくなったようだ。なんでも今度 FP の資格を取得するんだとか。と同時に急に俺たちの老後のことが気になりだしたらしく、顔を合わせるたびに老後資金について口を酸っぱくして言うようになっていた。父さんが定年を迎える頃には年金だけでは老後を乗り切れないんだよ。年金の他に夫婦の老後資金として自己資金2000万円が必要になるって言われてる。こんなの常識だよ。個人投資なんか今時当たり前だからね。日本はそういうとこほんとダメだよな。欧米では投資教育が盛んでさ、高校生だってバーチャルで投資をしたり。聞いてる？あ？おいしいわ。ダメだこりゃ。自己資金2000万円か。確かに今のままじゃ良くないかもしれないな。よし、これで俺もやってみるか。大丈夫なの？なんかね、私のお友達も株をやっているって言うんだけど、それのせいでよく夫婦喧嘩になるって聞くのよ。株で夫婦喧嘩？なんでさ。よくわからないけど、ほら、やっぱりお金のことだから。俺は大丈夫だよ。今から勉強すれば定年を迎えるまでにバッチリ備えられるだろうし。心配だわ。それから俺は本を読んで勉強し、早速オンラインで株の取引をスタートした。まずはおすすめ銘柄を買ってみようかな。と言っても株の取引ができる時間帯は平日の昼間だけだから、手際よくやっちゃわないと。よーし、これで俺も明日には大金持ちになれるかもな。なんてたかたか3万円投資しただけでうまくいくわけないか。ところが、あれ、上がってる。元値3万円が3万2000円になってるぞ。すごい。うお、3万4000円に4000円の儲けだ。売るぞ。こうして俺は浪節して4000円の利益を手にしたのだ。こんなにうまくいくならどんどんやってみようかな。最初は20万円までと思ってたけど、もうちょっと。俺は当初設定していた投資の上限額を20万円から100万円に引き上げ、おすすめ銘柄を買うだけでお小遣い4000円だからな。10万円単位で突っ込めば大儲けだ。しかし、ん？ちょっと下がってる？9万5000円？頑張ってくれよ。持ち直した。9万8000円。よし。9万2000円？なんでだよ。俺が2番目に買った銘柄はわずかな増減を繰り返すものの、結局利益が出ることはなく元本割れの状態で推移していた。ねえ、最近株はどうしたの？まずは少額でやってるから今はまだその。そう、危ない危ない。元本割れがあるなんて言ったら絶対にもうやめろって話になるからな。利益が出るまでやめないぞ。俺は初めの一件からうまく運用すれば預金の利息よりも高い運用益を得られるということを学んでいた。一攫千金だって夢じゃない。絶対に株でうまくいって運用益を増やして、さらに投資資金を増やして大儲けするんだ。それからというもの、俺は株で儲けを得るために試行錯誤を繰り返した。毎日ニュースや新聞で経済の動きをチェック。世の中の移り変わりを敏感に感じ取り、株価が上がりそうな企業はあらかじめチェック。投資家向けのサイトや雑誌を読み込むことで情報に対して常にアンテナを張る。地道な努力を積み重ねることで着実に利益を上げることができていた。いい眺めね。でもこんな高そうなホテルに泊まって大丈夫なの？大丈夫大丈夫。先月は運用益が10万円くらい出たからな。たまに贅沢してもバチは当たらないだろう。株の投資を始めて3年、俺はすっかり味を占めていた。いやー、まさか父さんと株の話をする日が来るなんてね。それはこっちのセリフだよ。俺はまだ自己資金が少ないからそんなにたくさん買えないけど、父さんは今までの貯金があるんだろ。
マナン、うわなんか大人の余裕。実はここに泊まりに来るのも株の儲けがあったからなんだ。だと思った。これまでに株で儲けた金額は優に数十万円。自己資金を1000万円突っ込み、地道に運用を続けてきて本当に良かった。ここまで大きなトラブルはなく、全ては順調だったのだが。大手飲食チェーンの飯の谷が倒産？ある日飛び込んできたニュースに俺は凍りついた。そしたら俺が持ってる株はどうなる？500万円分あるんだぞ。くそ、電話が繋がらない。ちょっとやめて。まさか株式を所持している会社が倒産するなんて。そんなのは本当に運が悪い人だけが遭遇するのだと思っていた。結局俺が投資した株は価値がゼロになり、1円も戻ってこなかった。どうしよう、まさかこんなことになるなんて。ねえ、最近洗濯機の調子が悪くて買い替えたいと思ってるんだけど。洗濯機？そんなお金どこにあると思ってるんだ。何よ、こないだ旅行に行くぐらいの余裕があるんだからいいでしょ。こっちは困ってるのよ。この時点で投資に使っている金額は2000万円。そして妻にはそれを伝えていなかった。運用益が出た銘柄は換金して投資資金として回収できているけど、株価が下がった銘柄はそのまま保有しているから動かせない資金が700万円もある。しかもこの間倒産した500万円はもう戻ってこない。実は運用益を出せるのは全体の 30% ほどで、あとは損をすることの方が多かった。でも一度株価が下がっても数年の間にまた株価が上昇することもある。それを狙って決して損をしないように運用していたのだが、やばいな、洗濯機を買っちゃったから来月の生活費が足りない。どうしよう、こっちの株もあっちの株もまだまだ育ててる途中だし、これは売ったら大損だし、うかつに動かせないよ。自己資金を限界までつぎ込んで元では2000万円まで膨らんでいた。しかしそのうち損切りするタイミングを逸した。いわゆる塩漬けの株が700万円、倒産した株が500万円。塩漬けの株も今換金してしまったら元手の4から6割しか回収できないから大損だ。くそ、こうなったら。金があればまた株で利益が出せる。投資で回収することを誓って俺は借金に頼り資金を調達。金さえあれば利益を出せるのだから長期的に見れば問題ない。そう踏んでの決断だったのだが、あれ？下がってる？こっちも？なんで？これじゃまた資金ショートだよ。物価の上昇や長引く不況なども手伝って投資生活は一気にうまくいかなくなった。借金してはショートし、また借金を繰り返すという悪循環。気づけば残された資産は時価総額で500万円ほどの株式とローンが残っている自宅のみ。住宅ローンと消費者金融で借りたお金を合わせた借金の総額は1500万円にもなっていた。どうしよう、どうしよう、もう俺の力じゃどうにも。ねえ、住宅ローンの返済が滞ってるって通知が来たんだけど、どうして？ごめんなさい、全部俺が悪いんだ。もう隠しようがなくなり、妻に全てを打ち明けた。もう自己破産をするしかないこと、そしてそれには自宅を手放さなければいけないこと。住宅ローン以外の借金があることを初めて知った妻は怒り狂い、その勢いのまま家を出て行った。そして、今日からここが俺の家。60歳になった俺は一人で新しい生活を始めることになった。妻とは離婚、頼りの息子にもすっかり愛想を尽かされてしまった。借金はなくなったけど、何にもなくなっちゃったな。60代、老後資金を蓄えるために始めた投資で俺は全てを失ってしまった。本当なら今頃のんびりとシニアライフを満喫していたはずなのに、どうして。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。